Les chevaliers du zodiaque, chapitre du sanctuaire. はるか神話の時代、この世界は神々によって治められていた。神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。神々の熱き戦いにおいて、地上を治める戦いの女神アテナを常に守り、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。だが漁港の弟アーレスはアテナの化身を殺害しようとする。アテナ殺害は寸前のところで、次期漁港候補であるサジタリアスのゴールドセインとアイオロスによって阻止される。アイオロスはアテナを守るべくサンクチュアリ脱出を決意するが、アーレスの策略により反逆者の汚名を着せられてしまう。アイオロスへの追撃は熾烈を極めたが、かろうじてサンクチュアリ脱出まであとわずかのところまでたどり着く。その時、アイオロスの前にゴールドセイントが立ちふさがった。カプリコーンのゴールドセイント、シュラである。死力を尽くし突破を試みるアイオロス、かろうじてシュラの追撃を退け、サンクチュアリを脱出するも、この戦いで致命傷を負ってしまうのだった。手負いのアイオロスはサンクチュアリにほど近い神殿跡まで逃れるが、もはや彼の命の火は燃え尽きようとしていた。その時、アイオロスはグラード財団総帥木戸光政と運命的な出会いを果たす。アイオロスは全てを光政に打ち明け、サジタリアスのゴールドクロス、そしてアテナを託すと、天命を全うしたかのように静かに息を引き取るのだった。アテナの成長と彼女を守るために集う真のセイントを信じて。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政の孫木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちが
セイントへと成長し、サオリのもとに集った。ギリシャよりペガサス聖夜、中国五老峰よりドラゴン七竜、シベリアよりキグナス氷河、アンドロメダ島よりアンドロメダ春、レスクイーン島より春の兄フェニックス一騎、アイオロスの意志を継ぎ、地上の平和とアテナを守るため。アテナの宿命を知ったサオリは、悪に染まった教皇アーレスを浄化すべく、聖夜たちブロンズセイントと共にサンクチュアリへ向かう。だが強力な結界に守られた教皇の前へたどり着くためには、セイント最強を誇るゴールドセイントたちによって守護される行動十二星座を象徴する12の宮殿を抜けていくしかない。教皇の前へ向かうサオリに、教皇の差し向けた刺客はシルバーセイントサジッタのトレミンが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ。急ぎアテナのセイントたち。決戦黄金十二球。飛んだことになりやがったぜ。一刻も早く教皇のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのが一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の球は白羊球、守護するゴールドセイントはムー、ジャミールのムー。さあ、聖夜、戦いの中でセブンセンシズに目覚めるのです。あなたに受けた恩は、この剣で示す。ムー、どうしてあなたがここに。そうか、白羊宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリアスのあなたということか。まさかムー、俺たちを食い止めるつもりじゃないだろうな。聞きなさい、聖夜、あなたは戦い方も知らずにゴールドセイントに挑むつもりですか。断っておきますが、ゴールドセイントはそんなに甘いものではありませんよ。しばしの間、白羊宮にとどまり戦い方を学んでいくのです。このムーが教えてあげましょう。よろしい。ゴールドセイントとは、君たちが考えている以上に強大なのです。決して今までの戦闘常識でゴールドセイントを測ってはいけない。来なさい、せいや。なかなかやりますよ。よくやりました。
きなさい、セイ。よくやりました。来なさい、セイ。よくやりました。来なさい、セイ。なかなかやるな。なかなかやるな。よくやりました。来なさい、セイ。
よくやりました。これからですよ。来なさい、せいや。無駄です。クリスタルウォール。まだまだ。無駄です。同じ技は通用しないんだぜ。よくやりました。来なさい、せい。せいや、せいや。離れろ。よくやりました。見事です、聖夜。しかし今教えたことはバトルの基本中の基本。ここから先はあなた自身の力で新しい戦い方を見つけ出していくのです。常にコスモを燃やし、バトルの研究に励みなさい。それこそ強者への一番の近道なのですよ。気をつけなさい。ゴールド・セインとは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄。究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない。行きなさい。肝に銘じておくのですよ。
セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。セイントセイヤ、黄金の野牛アルデバラン、君はコスモを感じたことがあるか？